串が刺さったピンチョス。スペインビスカヤ県ベルメオにて串を用いないピンチョス。カニカマとエビ、カツオとアンチョビピンチョスは、小さく切ったパンに少量の食べ物が乗せられた軽食のことである。名称はかつては食材を串や用事で、パンに刺して止めていたことに由来しているが、串や用事を用いないものもピンチョと呼ばれる。タパの一種であり、現在はタパの同義語としても使われる。 ピンチョスは、チキートと呼ばれる赤ワイン、または、スリートと呼ばれるビールと共に楽しむアペタイザーである。バスク州、カンタブリア州、ナバーラ州、ラリオハ州、ブルゴス県のミランダでエブロシといった、スペインの北部のバルでよく見かける食べ物である。パンに乗せる食材は何でも良いが、バスク料理でよく用いられる魚、トルティージャ、肉詰めピーマン、コロッケなどであることが多い。 バールでトレーに乗せられているピンチョスは自分で串を抜き蒸気のワインやビールを飲んだり友人と話しながら立ったまま食べるのが一般的である。どの店も異なる料理には異なる串を用い感情には串を数えると考えられているが実際には串の長さを変えたり串に異なる色のキャップをはめるバールもある一方必ずしも串の本数や形状で感情をするのが 一般的というわけではない。スペインでは、酒のつまみや軽食をすべて、タパスという言葉でまとめてしまうこともあるが、厳密にはタパスが料理を小分けにした突き出し風のもの、ピンチョスは、オープンサンドイッチ状のフィンガーフードである。ベネズエラのピンチョス。スペインでは、ブロチェタと呼ぶ。ラテンアメリカでもピンチョスは、上記のスペイン料理及びバスク料理として、広く知られているが、 プエルトリコ、ホンジュラス、エクアドルなどでは、バーベキューの串焼き料理をピンチョスと呼び、屋台などで販売している。バスクのピンチョスとは異なり、中南米では、パンは一切れ程度、あるいは全く用いないが、串は必ず用いる。長い竹串に、牛肉、鶏肉、豚肉、サメ肉、メキシコ風チョリソ、ジャガイモ、玉ねぎ、ピーマン、熟した、プランティンなどを刺して焼き、 クのまま供される。スペインでは、串焼きは一般に、ブロチェタと呼ばれる。ブロチェタはフランス語で串焼きを意味するブロシェットが、スペイン語化した、借用語である。スペインでは、ピンチョスと共にブロチェタもおつまみとして扱われることも、あるが、串が皿に対して垂直に刺されたオープンサンドがピンチョス、串が皿に対して平行に刺された串焼きが、ブロチェタと区別されている。 例外がアンダルシア地方のピンチート、またはピンチョモルーノで、これは豚肉や鶏肉を用いた中東のケバブ風の串焼き料理である。ありがとうございます。